こんにちは。株式会社鎌倉鑑定の小林です。今日はですね、普段レインズから仕入れた物件をどんな感じでシミュレーションしているのかを実例でやっていきたいと思います。まずこの画面、レインズの画面ですね。で、売買検索で物件の種別を売りほか全にして、で、今日は新築の所有権のアパートでやっていきたいと思います。で、場所は東京都内の23区っていう感じで、この3日以内に登録されたものでやるとどんだけ出てくるでしょうかと。で、10件出てきましたね。で、まあ、サンプルなんで、どれでもいいんですけども、これ大体見るときの目安としてですね、まあ、新築の、まあ、アパートだったりすると、1部屋が20平米として、何部屋ぐらいあるのかっていう感じで見て、建物の面積が184だったら、20で9部屋ぐらいかな、で、1億7000だったら、2000万弱か、とか、そんな感じで見ていくわけですね。で、まあ、この、そもそも、立地が悪いやつは、スルーしてしまってっていう感じになるんですけども、まあ、特にすごく良さそうなものっていうのもないかな。これも217平米で、10個ぐらいでして、1部屋、3000万近く。まあ、どれも、これいいですよっていうのはないんですけども、じゃあ、試しにこれにしましょうか。RC だから、この値段っていうのもあるんでしょうけど、まあ、利回り 4.5。なかなか大変な利回りですね、最近はね。まあ、とりあえずこれでシミュレーションしていきたいと思います。で、そのシミュレーションには、いつものこのカマカンを使っていくんですけども、これどこで使えるかというと、ここの QR コードを読んでいただいて、メニューから、いけるようになっています。で、まず、物件名称、景観新築とか、RC とかにして、価格いくらでしたっけね。3億2200。まあ、画面、2画面ある場合には別のディスプレイで表示させるんですけども、今日はですね、写真撮って入力していきたいと思います。で、まず東京都大田区池上5-4-12でタブと押すと、場所ここら辺だなっていうふうに確認するわけですね。でもって次にここの路線化を調べるわけなんですけども、まあ、国税庁の路線化と地価マップって両方調べられるんですけども、国税庁の路線化の方が最新、一番新しいのがいつも載ってるんですけども、地価マップの方が住所で入力できて検索しやすいので、これを使うことも多いです。というのがですね、もうこの時期、今の1月になっちゃってると、まだ最新式の最新の路線化図も出てないので、この土化マップの路線化も国税庁の路線化も同じやつになってるので、まあ、10月11月ぐらいだったらもう新しいのに地化マップもなってると思いますんでね、これ使っちゃいますね。で、これ見るとこの場所 320D ってことは1平米あたり32万円の、で、借地権割合が 60% っていうことですよね。そのままここに入れていくわけです。で、次に建物の土地の面積ですね。正味で 91.88 平米で、建物の正味 249.27。で、ここに価格をですね、3億2200万円。で、新築の RC 像、住居用ですね。
で、固定資産税表価格とかが出ていれば、ここに入力すればいいんですけども、今現段階では出てないので、これで概算の数字を計算することになります。ここをチェックするとですね、そのまま自動計算で出てきます。で、どういう感じかというと、土地の評価については32万かける面積。それはまあ固定資産税の補正でちょっと修正しています。で、次、ここチェックすると何かというとですね、この物件価格の3億2200万円を、この固定資産税評価で案分している形になります。そうすると、ここチェックすると自動計算ですね。1億3000万円の土地と建物が1億7000万円という形になります。これは正確に分かっている場合には、これチェック外して、実際の金額を入れてあげればいいわけですね。まあ、2億円とかいうふうにやると、建物価格、こうなるわけです。まあ、今回は自動でします。で、仲介手数料もここで自動で3%プラス6万円で計算されています。で、その仲介手数料も土地についてはそのまま経費にならずに、で、建物の仲介手数料だけ減価償却の対象になるので、そこの1013万円のうち588万円が建物の仲介手数料として減価償却の対象になるというような形になります。そうすると、この建物の価格と消費税と建物の仲介手数料、この1億9000万円が減価償却の対象という形になるわけです。で、火災保険にどれぐらいお金かかるのかなというところ、これはもう毎年上がっていくんで、どんどん修正していかないといけないんですけども、まあ、例えば、この1億7000万円の建物の火災保険だったりすると、年間の火災保険は6万8000円、地震保険は23万円。もう最近ね、本当地震保険が高くなっちゃってるんで、場合によっちゃ、地震保険入らないっていう方もいらっしゃいますよね。で、まあ、全部フルに入るとして、フルと言っても、この地震保険の23万円っていうのは、この1億7000万円フルにやるんじゃなくて、この半分8500万円についてですね、それの保険料になります。で、次は借入金ですよね。これ、今回はフルローンということで3億2200万円。で、35年の、まあ、ここは資産が買うとして1%でやりましょうか。で、次は総戸数ですね。12個で、年間の賃料が1449万円。これ仮に、この売り主さんの想定する賃料でやってみます。まあ、そうすると12個で1449万円ってことは、小当たり10万円で貸せてるっていうような話なんですけど、本当かいなという感じですよね。これ実際には、後で補正かける感じになりますね。で、家賃の下落率。まあ、新築から2年ぐらいは、家賃下がらないでしょうということで。で、あと10年ぐらいにかけて1.7%ずつ毎年下がっていくっていうような形でやってます。まあ、これも、そこまで下がらないだろうということであれば、修正することもできます。例えばこれ、1%ずつにして、という感じにしましょうか。で、次が空室率ですね。空室率っていうのが、これはこういう考えでやってます。だいたいこの一部屋何年ぐらい住んでくれるのかなというところで、まあ、24ヶ月っていうのは、まあ、2年間住んでもらって更新せずに出てくっていうようなイメージですよね。まあ、これが1回更新して3年間住んでもらって、で、次の家賃発生まで2ヶ月かかるとした場合には、空室率が5.26%になるわけですね。2割る38で計算すると5.28というような形になるわけです。で、次が運営費ですね。運営費、平均募集費用っていうのが、広告費だとか、不動産屋さんに払う仲介手数料だとかがこれに当たりますね。で、礼金もらえるようだったら、それをまた差し引く感じになります。
仲介手数料が1ヶ月、広告費が1ヶ月、で礼金が1ヶ月、まあ、もらえるようであれば差し引きで1ヶ月というような形になるわけですね。で原状回復費用、オーナーさんが負担する原状回復費用がどのぐらいかかるのかなというところで1ヶ月というふうに見るとします。で賃貸管理費は CF ネットの場合だと 7% なので、ここ 7% にしています。あと特にお金のかかる設備があるようであればここチェックするような形にしています。のマンションで受水槽もなくてエレベーターもなかったようなので、これ全部なしでやっときます。であとこっちが最後の相続税ですね。相続税関係ない方はここ入力することはないんですけども、収益物件相続税対策で買われる方も多いと思いますので、こういう欄があります。例えば5億円の方、財産があって現金が1億円で配偶者なしの子供が1人というような場合だと、その現状の相続税額は1億9000万というような形になるわけです。であとこの物件に小規模宅地の特例を適用するのかどうか、まあするとしたら、まあ、フルにやるとするとですね 91.88 平米適用するとします。でオーナーさんの年齢、例えばまあ70歳とかにして、個人で税率 20% にしておきましょうか。で分析期間は50年として、まあ、ここにちょっとパラメータ調整できるようにしてますけども、この割引率っていうのが IRR とか出すときに現在価値に引き直すときのですね、割引率ですね。売却時のキャップレート加算率っていうのは、売却したときに買ったときのキャップレートよりも何パーセント上で売却価格を出すかっていうような形になるわけです。で売却時にかかる経費は 4%というふうにしてます。で土地の積算評価、積算評価を出すときに路線価の価格を 80% で割り戻すというふうにここではやっております。そうすると今の内容から大体の費用の概算が出てくるわけですね。購入経費が登録免許税で128万円と109万円。まあ、上が所有権移転のための登録免許税ですね。で、その下が抵当権設定の登録免許税。で、不動産取得税の土地と建物。あと、仲介手数料、司法書士の手数料、銀行の手数料なんか。あと、印紙代、売買契約書、金賞契約。そうすると合計で1439万円ぐらい費用がかかるというような形になるわけです。で、その次が運営の費用ですね。で、固定資産税毎年土地で8万5000円、建物で60万円としています。で、火災保険、地震保険、賃貸管理費、7% の金額ですよね。で、消防点検など43万円。ちょっと高めになってますね。で、電気水道代、賃貸募集費用、原状回復費用なんかも運営費用に入れてます。なので、普通の不動産シミュレーションよりかは、ちょっと厳しめに出るような感じですよね。普通はあまりこの賃貸募集費用だとか、原状回復費用っていうのは入れないことが多いです。そうすると、最後の分析結果のタブを押すと、分析結果が出てくるんですけども、一番上が3億2000万円で物件購入の経費が1430万円で、借り入れが3億2200万円なんで自己資金が1430万円ぐらいで、総潜在収入で1449万円で空室率 5% ちょっとでしたよね。で1300万円で運営費用が322万円で、NOI、ネットの収入が1050万円。で、そこから銀行返済を引くと、あら残念、キャッシュフローはマイナスですっていう感じになっています。で、表面利回りが 4.5 のキャップレートは 3.26。で、FCR が 3.12 ですね。で、ローン経費、係数が 3.39% なんで、自己資金が、の利回り CCR がマイナスになっていますと。
で、最後の相続税圧縮効果なんですけども、購入前の相続税の金額が1億9000万円。で、購入不動産の相続税評価額っていうのが、合計で3700万円という形になっています。その内訳はですね、建物の相続税評価額が2500万円くらい。で、小規模宅地の特例で1200万円マイナスで、土地の相続税評価額が1200万円というような形になっています。それ合計で3700万円ですね。で、相続税の評価は、まあ、すごく3億円ぐらい圧縮できているというような形になるわけです。そうすると、購入直後の相続税額が4885万円なんで、相続税の圧縮額は1億4000万円というような形になるわけです。で、これがシミュレーションですね。税引き後キャッシュフローのシミュレーションです。もう最初からこれ、この縦の棒グラフがその年の税引き後のキャッシュフローです。ずっとマイナス。で、この後ろのこれが税引き後キャッシュフローの累積ですね。まあ、これ、ここがゼロなので、ずっとマイナスにいっちゃってるわけです。で、全部お金返した後に、右肩が上がりにはもちろんなっていきますけども、なかなか、回収するまで時間かかるかなと。で、回収するまでどれぐらいかかるのかっていうところ、これ見るとですね、この緑の線っていうのが、当初に出したお金ですね。1300万円、1400万円か。ここは1400万円のラインですね。いや、もうずっとマイナスで、これ回収できるのがここら辺。2066年という感じなんで、まあまあなかなか辛い感じです。で、単純なキャッシュフローツリーっていうのはこれですね。家賃の下がり方。をちょっと緩やかにした感じでこうなってます。この一番上が GPI、総潜在収入ですね。で、その下が EGI、空室率を差し引いた後の数値。で、結局、キャッシュフローっていうのはこのマイナスのところ。税引き前からキャッシュフローがマイナスになってるわけです。で、これが経費で、NY というのが。になるわけです。で、この紫っていうのが銀行返済なんで、銀行返済の方がネットの収入よりも上回っちゃってるんで、当然こういうふうになってる、マイナスになってるってことですね。で、売却はどうなのかっていうことなんですけども、まあ、買った瞬間に、まあ、キャップレートを上げて計算するような形になるんで、もうすぐに価格下がるような形になってます。で、残債がこれなんで、右肩下がりに下がっていく。で、ここクロスするのはここ。2031年。で、一応、これからあと、ここまで行けば、売却したときに、手出しはもうちょっとずつお金が残るというような形になるわけです。まあ、この間ずっとキャッシュフローマイナスなんで耐えてないといけないわけですけどね。あと IRR とかはもう思いっきりマイナスで、最初計算不能の IRR。で、プラスに転じるのが一応2038年。で、NPV がプラスになるのが2040年。まあ、なかなかこれを耐えきれるかどうかというところですよね。ただまあ、相続税の圧縮効果も見込むと、そうですね、相続税の圧縮効果を見るとまあまあ人によってはやる方もいるのかなと思いますけども、まあそれでもあんまりお勧めしませんけどね。相続税の圧縮効果っていうのは価値の低いものを
高い金額で買えば、まあ、無駄遣いすればその分減るっていうことなので、相続税が。そればっかり見るっていうのもどうかというふうに思っています。まあ、デッドクロスどうかっていうのは、どうのこうのっていうのはもう、最初からデッドクロスですもんね。それでまあ、ここら辺で、ある程度見たいグラフが決まればですね、ここで PDF 出力でチェックして、ここにメールアドレスを入力して、送信通すと、今エラー出ちゃったけど、メールで送られてくるはずです。で、今のセーブするときにはですね、今消えちゃったんですけど、ここダウンロード通すと CSV ファイルでダウンロードできるようになってます。分析元データのところですね。はい。ちょっとなんかブラウザとかも基本 Chrome で動くようにはなっています。たまに調子悪いんで、ちょっとそこら辺申し訳ないですね。今日はこんなところで失礼させていただきます。また何かご要望とかありましたら、こちらの LINE とかで、ご連絡いただければなと思います。どうもありがとうございました。はい、本日の動画はいかがだったでしょうか。 CF ネッツではプラチナ会員およびゴールド会員を募集しております。ゴールド会員にあたってはですね、月額1000円でプラチナ会員とですね同等のサービスが受けられるということでですね、 CF ネッツのホームページから詳細ご覧になっていただけたらと思います。あとは物件購入にあたってはですね、今ほぼ毎週のようにですね、一棟もののフィールドワークおよびワンルームのフィールドワーク開催しております。物件の良し悪しをですね、うちのスタッフと一緒にぜひ物件見て回っていただけたらと思います。こちら同じくですね、ほぼほぼ毎週ですね、一棟ものにあたっては物件討論会、そしてワンルームにあたっては物件購入会という形でですね、当社のスタッフが事前に物件見てきてですね、良さそうだなと思うものはですねプレゼンさせていただくと、そしていいものがあればですねぜひご購入いただけるということで、いい物件に巡り合うチャンスになっておりますので、ぜひご視聴いただけたらと思います。よろしくお願いします。